ラジオアイジです。6月7日月曜日20時29分です。ラジオアイジの夜トレイヒ <laughs> 夜トレイです。今日のテーマです。日経重いぞ。奴隷重いぞ。明日はどうなるんだ。チャンス銘柄見ていこう。メール相談もやるよ。こんな感じでね、やっていきたいと思います。 そして、今日昼間の天気予報で申し上げたみたいに、今週からちょっとやり方を変えまして、月か水、木は夜トレ礼儀。礼儀。で、金曜日は、えー、ラジオエジの、投資相談。メール相談ね。投資相談っていうことでやっていこうと思います。はい、いいですか <laughs> で、普段の夜トレだとだいたい3通ぐらいしかやっぱりメールが読めないんで、で、週末にね、えー、メールをたくさん読む。えー、枠は最大2時間。まあ、それ以上喋ると、しばらく声が出なくなるっていうのがわかって、声が出にくくなるっていうのがわかったんで、2時間ならいけるだろうっていうことで、2時間で、最大2時間でやってみます。それから、まあ、あのー、今、あのー、ね、この季節、えー なんていうかちょうどね今この季節になりますとうち田んぼがいっぱいあるんですけどその田んぼにね、えー、田植えがされてですねその田植えがされた田んぼの上をこうパーッとこう爽やかな風が吹いてですねえー、なんかハワイにいるみたいな気持ちのいい風が吹いてくる時があるじゃないですか <laughs> で今今日は窓を開けて収録してるんですけど耳を澄ましていただくともしかしたら カエルの声が聞こえませんか <laughs> 聞こえないかなあのね、カエルが泣いてるんですよ。で、そんな状況なんですけど、そういう時には僕はいろいろやりたくなるんですけど、わーってなんか頭が活性化して、で、今週そのようにスケジュール変更するんですけど、もしできれば土日にもね、皆さん土日にもラジオエジに会いたくないですか会いたくない 会いたくないかなで、まあ、わかんないんですけど、土日に、えー、雑談の動画をやろうかなと思ってて、ただそのその土日、土曜日にはね、メインチャンネルで1本動画増やしただけで結構しんどいはしんどいんで、えー、普段、平日にもし土日用の雑談動画が撮りためることができれば、それを土日にあのアップしようかなと思っているんで、はい。もしかしたら、えー、土日とかにも、 サブチャンネルの方では雑談動画ね。ああでもない、こうでもないみたいな話をしようかなと思ってますんで。まあこれ、あの、えー、っと、今言ったみたいなんかものすごくこの季節やりたくなるんですけど、やれば疲れるという、<laughs> やれば疲れるという状況でもあるので、どこまでできるかわかんないですけどね。まあとにかく今、えー、できるだけなんかね、たくさん動画を作りたいなという気持ちが強いんですよ。えー、2019? だったっけにえ、僕動画始めたとき、再開したときって、1日5本作ってた、作ってたんですよ、動画。<laughs> 1日5本。本当に。しばらく1日5本作ってたんですけどね。それぐらいまあ僕動画作るのは好きなんですけど。はい。さて、ということで、今週からそんなスケジュールでいきますんでね。いいすか <laughs> いいですか <laughs> であの、また何か、ご要望、ご,ご要望、 ご要望、じゃなくてご要望、ご要望とかご意見がございましたら、えー、お寄せくださいませ。えー、ということでメールはここです。ね。えー、で、あの、週末のその投資相談、鮮度も、ご相談の鮮度もありますんでね、木曜日ぐらいから、まあ普段も3通ぐらいはご紹介しますけど、木曜日ぐらいからドドッといただければ <laughs> ありがたいなと思いますね。で、前回読めなかった方、えー、もう、 えー、そのメールの鮮度があるんでね、もう今更読んでも多分ダメかなと思ってるんで、あのー、懲りずにですね、前回ご紹介できなかった方もメールをいただければと思います。すいません。できるだけ読みたいんですけどね。で、あのーなんかよ、より好みしてるわけじゃないんですけど、その、できるだけ皆さんのまあ、参考になるようなね、銘柄、相談内容から取り上げるので、 え、あまりにもこう個人的すぎると取り上げられる確率は低いんですが、でも、えー、取り上げる可能性と、取り上げさせていただく可能性もありますんでね。えー、その辺はまあご遠慮なくどうぞお寄せくださいませ。さて、さて、さて、えー、日経平均からね、えー、見ていきましょう。重いんですけどね、えー、今日の日経平均の終わり値がこうで、 え二万9 0 1 9円ね。高く寄ったのに落ちてきました。ね、よく見ていただくとわかるんですが、赤いラインの 5MA に乗っかってるんですね。で、ただ RSI が9と14の RSI が両方とも75ラインの下に入っております。こうなると 5MA の サポートは聞きづらくなってきて、明日、これ割り込んできてもおかしくはないんですが、明日は RSI の14が上がりたがってるんですよ。明日ね。ここで寄った場合、RSI の14、赤いラインが上がりたがってるんで、ってことは上かなっていうい本当に。これね、いい加減なこと言ってるみたいに聞こえるかもしれませんけど、 これずっと僕がチャートリーディングしてきて、まあ、チャートリーディングの練習をね、ずっとしてきてたんですけど、それで、えー、まあ、明日の予想すればこうなりますよっていうことですね。明日はだから、5円目をサポートに上に行って、200円ぐらいを超えるぐらい、200円を超えるぐらいの、えー、強いロウソク足が出るんじゃないのっていうふうに見てますけどね。 で、問題は、あさって以降なんですけど、あさって以降は今度は落ちやすくなってきまして、あさって以降落ちていく。で、えー、今日の昼間の天気予報でも申し上げたように、下方向の動きがあり得るので、注意をしてください。ということになります。まあ、株についてはですね。だから今、結構強い銘柄結構あるんですけど、それらの寿命もね、まあそんなに長くないのかもしれないということですね。 まあわかんないですけどね。まあ本当に流行っていうか、あ流行じゃないけど、<laughs> ブーム化しているメ柄ガネはね、まだ行くかもしれないですけど、だそれにしてもね、やっぱ結構こう来てしまったかなっていうのはありますね。え登場一部からちょっと見ていきますけど、6920レ,レーザーテックね、これ今日売買代金え、確定値で第1位です。えー、やっぱりでもさすがにね、1、2、 3日目、えー、RSI、高いところで維持することはできなかったですね。あのー、この9日の RSI が100ぐらいまで来たときって、売れば、<laughs> 空売りすれば、割と勝てるですけどね。で、しかも、帰りが高いところで、とんがったところで売れば、割と勝てることもあるんですけど、売りから入ってね、空売りから。 ただまあ、レーザーテックをね、売りから入るっていうのはどうかなとは思うんですけど、まあそんな状況で、状態っていうか、そういうふうな動きにもなりやすい、動きにもなりやすいので、今後ですね、これだいぶ来てますねって僕言った時には、まあ売りが得意な方は、売りから入ることも考えてみていただいて、考えていただいて。特にこの RSI の9がもう本当に99とか100とか来てる場合には、99とかね、 これ来てるわけですよ9。ここで99ですよね。2日99が、えー、続いたんですけど、まあ落ちるよねってことで落ちたわけですけどね。まあそういうやり方もなきにしてもあらずなんですけど。で、明日はどうかというと、まだ 5MA がサポートなんで、明日は 5MA から上に上がろうとするんですよ。レーザーテックね。ま,あ、まだ上に上がろうとするんですよ。多分。なので結構、えー、手強いっていうか、手強いっていうか、 強いっていうか、まだ上に行く可能性があるよ。そんなチャートですね。レーザーテックね。ソフトバンクはダメでございます。えー、5MA に沿って降りていく感じですね。5MA がタラタラタラと下げてきて、5MA に沿って降りていく。で明日、あ、そうなの明日少し 5MA が上がりたいって言ってるから、ちょっと明日はまた久しぶりに陽線つけるかもしれません、えー。ソフトバンク。ただ短いでしょうね。陽線がね。 で、あんまり上に行かないんじゃないかなっていう弱い動きですね。えー、買代金に、えー、ETF 除いて第3位は7203トヨタですけどね。これはね、レーザーテックよりある意味チャートが強いですね。で、さらに上に行くかもしれない、えー、チャートになっております。明日ね。で、やっぱり五 m a をサポートにさらに1万円これ突破していくんじゃないかって明日。 今日まだ突破できなかったですよね。行くとすれば明日です。トヨタは明日1万円突破の可能性ありということで強いです。7974、ニンテンドーはまあ7万円を今のところ抜くようなエネルギーはないと思います。あ、なんでトヨタが強いかっていうと RSI が9と14が両方とも75の上に出てるからですね。 非常に高いレベルにあるからですね。RSI が。これ強いんですよ。なんでこんなにトヨタ強いんだろうって思うけどね。週足で見るとさ、こんなんじゃ、まあ、売りから入って、しばらく持ってりゃ儲かるんじゃないかって思うぐらいに、<laughs> トヨタ、高いんですけどね。今のところ、なんか知らんけれども、ブーム化していて、分割もあるし、自社株買いもあるからってことでしょうかね。 上がってますけどね。ファーストリテイリングは、まあい、えー、これは、まあ、一点弱い銘柄ですね。今日もダメ、えー。明日も、例えば日経が上がっても、まあ、あんまり上がれない。200円目まで来ましたから、ちょっと明日は陽線をたまにはつけるかもしれませんが、上は重いでしょう。5円目がレジスタンスなんでね。なかなか上に行きづらい。 えー、で、中長期的にも、ファーストリテイリングは高すぎなんだよね。で、ソフトバンクもそうですけど、週足、ソフトバンクの週足ね、これ。見ても、それからファーストリテイリングの週足ですけど、見ても、200円前からね、離れすぎなんだよね。で、それは、トヨタもそうでしょうってことになるわけですけど、トヨタもね。これもね、いつから、まあ、調整始まるかわからないですよ。それぐらい高値圏なんですよね。 まあだけど、そういう中で、今目の前の日足がね、弱いのが、ファーストリーテイリングとソフトバンクなんだよね。まあ、両方とも高値圏にあって、日足が弱いんで、まあ、週足の200円目に接近していくのかな、みたいな動きになってますね。9983、ファーストリーテイリングと9984、トヨタ。トヨタじゃない。ソフトバンク、トヨタは強い。強いけど、 あと何日持つんだろうねって、そんな感じですよ。ソニー、えー、今日陰性。明日は多分、陽線かなと思うんですよね。で、1万1000がでもなかなか抜けないんじゃないですかねっていうチャートです。まあでも RSI もそんなに弱くはないんですけど、で、明日がピークで、えー、あさってから降りていく可能性が結構東証一部の 主要銘柄にはあるので、明日がピークかもしれないので、注意してください。明日がピークか、今日が、今日の高値がピーク、直近のか、明日がピークかもしれないです。東京エレクトロンも、えまあ、5万円ぐらいがいっぱいいっぱいかな。まあ、RSI もそんなに弱くないんで、まあ、明日はもう一回陽線つけるかもしれない。今度は、明日、今日の。 逆でね。だけど、そんなに上はないんじゃないかっていうチャートですね。日立は強くてまだ上がるって言ってます。どこまで行くつもりなんでしょうか ?6501。650 6723。まあでもね、日立なんかでもね、やっぱり週足見るとさ、こんなんじゃないですか。で、これ過去の週足のね、帰り見たときに、いっぱいいっぱいでしょ、ほとんど。もう。<laughs> ねえ、なんで、 長い目で見たら、売っといてもいいかもしれないよね、みたいなね。そんなチャートにも見えるんですけどね。長い目で見たときに。ただ、売りは、信用取引で入らなくちゃいけなくて、信用取引は6ヶ月のタイ,タイムリミットがあるので、どうしようねっていう話にもなるんですけど。え9レに入れまだ上に行こうとしてますね。えー、もうちょい行きそうですよ。 えー、そして、8306, これも、うん、緩やかに、えー、高値圏で、えー、横合いかちょっと強いぐらいで推移しそうなチャットです。日本製鉄がちょっとょ、うん、調子が崩れてきましたかね。5401、えー。これ、ご覧いただいているのはすべて冷やしです。6098リクルートホールディングス。これは、 明日もう一回上がって、あとは降りるみたいな。いや、そんなことわかんのって言われるかもしれないけど、そういうようなチャートになってんですよ本当に。本当にって言ってもそうなるかどうかわかんないでしょまあ、いつも言ってるみたいに、僕の動画はテクニカル的にありがちな動きを言ってるだけなんで、っていう話なんですけどね。まあ、リクルートにしても、週足見たときに結構高いけど、週足の 200MA がわーっと上がっていってるから、 上がってってるやつって、そのままいける可能性もあるのでね。トヨタはどうでしたかトヨタは、ね、これトヨタの周足に戻ってますけど、そんな上方向のエネルギーはないんだよね。リクルートの方が強いです。えー、キーエンス、あ、これ、キーエンス、冷やしね。これ週、冷やしは弱いんですけど、週足がは強くて、キーエンスってめっちゃいい銘柄ですからね。まあ、これも、 今もしかしたら200円目でうろうろしてますけど、買いかもしれないっていう、銘柄の一つです。えー、そして何か、あと、目星ところ特にないかなそんな感じです。第一三共、お前、どこまで下げるんじゃ今日も陰線かいっていう感じなんですけどね。週足で見てくる、見ると、まあ今まで週足の200円目から、 に、これぐらい接近したら上がってた。それからすると、いよいよ来たか、第一三共っていうところまで来てますけどね。いよいよ来てますけどね。まだでも今日も、しょぼーんっていうね、値動きです。まあ、なかなかね、これを買っていく勇気のある人はいないかもしれませんが、こういうところで買うのも、投資の醍醐味かもしれません。もしかしたら。 こういうとこで買うのが正解なのかもしれません。わかんない。なんとも言えない。だけども,もちろん、縦横の分散投資っていうことで、まあ、この第3三だけにかけるんじゃなくて、何米柄か持つ。で、縦方向にもね、一気に全部買っていくんじゃなくて、何回かに分けて買うっていうことが大事なんで、まあ、その意味では、値段的にもやりやすい銘柄でもあるっていうことも申し上げているんですけど、どうでしょうか。 まあこんなところですかね。はい。えー、あとはまあ今日昼間の天気予報でも言いましたけど、後でまた出てくるかもしれませんけど、リートとかが強いんで、ね、その辺、えー、注目かなと思います。で、今日 R30 で3788の、まあ週末の天気、えー、今週のチャンス銘柄で、今週は 3788JMO グローバルと、それから4739 伊藤忠テクノサイエンスと、えー、それから2326、2326どこですか ?2326 どこですか ?2326 デジタルアーツこの辺りが、まあまあ下げ止まってきてるんじゃないかっていうことで、慎重にラインを引きましたが、この3銘柄ともに陽線でした。で、特に伊藤忠テクノサイエンスはすげえ陽線でした。もしかして、 ラジオ屋人の動画が相場に影響を及ぼしているのであろうかわ <laughs> かんないけど。<laughs> それないよね。で、僕は、あの、インサイダー取引とか一切やらないですね。で、今も、だからこういうね、あの、動画やってるじゃないですか。で、こういう、あの、おすすめするじゃないですか。まあ、できる限り自分は買わないですね。できる限りっていうか一つも買わないんですよね。で、これ買うと疑われるんだよね。 自分でこれはいいんじゃないですかって言っといて、僕は事前に買っといて、皆さん、こう伊藤中テクノソリューションズいいんじゃないですかーって言って、で、ね、よっしゃ、上がった、儲かったってやってたら、ガッチャン、ガッチャン。捕 <laughs> まるんですよ、下手したら。なんでね、それはやらないですけどね。はい。だから僕、株はだから、まあ、あのドル円とかだとね、マーケットがでかいんで、 これ買いじゃないですかって言ってもね、それで相場操縦みたいなことには、まあ疑う余地はない。疑われることはないですけど、株はね、疑われるんでね。この3つとも今日上がったんで、なんかね、えー、大丈夫かなと思ってね、金融庁に目つけられるかもしれないなとか思うんだけど、僕は買ってません。<laughs> 一切買ってません。はい。ね。ということで、もしかしたら多少の影響があるのかなってちょっと昔から思ったりすることもあるけど、 まあでもテクニカル的にね、いい場所だから、まあ、あのうちのね、リスナーさんっていうかどう、えー、視聴者さんだけが買ったって、そんなに相場多分動かないから、そういうことじゃないと思うけどね。からあと、8001の伊藤忠とか、これもいいんじゃないかとか21、2127の M&A もね、もう、えー、だいぶいいんじゃないかって言って、全部要選なんでね、日経平均が陰線の中、全部要選なんで、僕の言った5銘柄が。なんかちょっと気持ち悪いかなとは思うんですけどね。 まあでも実際この辺がね、チャート的にもいい、いいとこ来てて、明日何かないかって言ったら、まあちょっと皆さんに何と言われるかわかんないけど、第一三強がそろそろ来るんじゃないか <laughs> いや、本当に。第一三共がそろそろ来るんじゃないかと、いくら何でも来るんじゃないかと。4、5、6、8。第一三強 来るかもと言った今ちょっとあの記録してんですけど <laughs> 今日ねじゃないかなって思うんだけどねだ,だって週足で見てもあーごめんなさい週足で見ても今週足切り替え失敗した週足で見てここだから、まあ、さっき言ったみたいにねそう思うんだけど皆さんどう思いますかねそんな感じでございますよね で今日ね、加熱缶銘柄ちょっと見ておきますけど、加熱缶銘柄は終値ベースでキーパー技研これね、RSI がこんなピークだからで、帰りもピークだから、俺売りから入ったるわーっていう人もいるかもしれないし、これ売れるかどうか知りませんけど、あと売りの場合はね、ー売、り特別ー売り料が付いたり、逆皮膚が付いたりしてめんどくさいし、6ヶ月のタイムリミットあるんでね。 売りから入ってくださいと申し上げることはしませんけどまあ高いんじゃないかなと思うけど、えー、加熱感銘柄ですね加熱感銘柄の抽出条件をおさらいしておきますけど、えー、売買だけの10日平均5億円より大きいよ RSI の9が90%を超えていて5プラス2条の帰りも10%を超えているということで短期的に非常に加熱感の強い銘柄を抽出しております 対象は東証一部です。今これキーパー技研の冷やしですけどね。25MA からの離れが半端ないね。5MA からムンと離れて尖ってるでしょ。ね。売りでいけるかもしれない。えっ、ー、と、言って、椅子図とかを上がり続けてますからね。椅子図とか。椅子図、ちょっと見てみようか。ちょっと。 いすずまだ 5MA の背中に乗って上がり続けてる。わお、わお、わお、大丈夫かーみたいな感じですけどね。そろそろ崩れてくると思うんですけどね。そんなことを言いながら何日経ってるんだろうぐらいの感じでね。まあ、ブーム化しちゃってますよね、えー。でもね、永遠に上がり続けることはないと僕は思ってますが。ユナイテッドアローズがちょっと戻って、加熱感銘柄7606。ということで、空売りは危険ですが、結構これは来てるよ。 それから7936ア六これも来てますよね。靴屋さん。スポーツ用品。えー、高いと思いますけどね。これまだ五 m a の背中に乗って上がってる感があるから、ね、で、平行線的に五と25がこう上がってるやつだから、えー、持続性があるやつなんですけど、えー、これよりもね、こういうキーパー技研みたいに 25MA がまだね、まっすぐで、 25円目が上行こうとしてるんだけど、あまりの上昇に追いつけませんみたいな、こういう銘柄の方が落ちやすいですね。でアシックスはもう25円目が追いついてきてて、こう平行線的にこう、五と25が上がってるやつね。こういうのはね、落ちにくいんだよね。え、IPEX ですか、6640。えー、これもだいぶ高いですけど、株価がすごくあが、暴れてるので、 材料に翻弄されている銘柄だと思います。注意が必要ですね。めちゃくちゃぶっ飛ぶかもしれないんで。日本電波工業。これももういっぱいいっぱいでしょう <laughs> と思うんですけどね。67799024セーブホールディングスね。これも、えっ、ー、と、ここからの上昇率が42%とで、ここからの上昇率が42%が ここ1470円ぐらい。っていうことで、ここに迫ってるので、もうこれもそろそろ終わるんでねえか。と思います。セーブホールディングス9024。上昇終わるんじゃないか。レーザーテックはね、やっぱりあの、さっきも言いましたけど、ねこれは明日は上がるんだけど、 25000円はね、もうちょっと苦しくないかなぁと思うんだよね。25000円塗るかどうか微妙だと思ってますけどね。7354、ダイレクトマーケティングミックス。これも高いですね。6844、新電源。高い。6532、ベイカレントは緩やかに上がっているので、持続性があるので、もうちょい上があるかもしれない。4 0 6に これ垂直にスカーンと上がってるんで、もうこんなもんじゃないのもうこんなもんじゃないのえー、リコリコは緩やかに上がってるんで、もうちょい上があるかもしれません。でも高いと思いますけどね。2 3 7 9ィップこれも割と緩やかなので、もうちょい上があるかもしれないですけどね。まあ、いずれも、 高いですよね。トヨタ自動車も加熱感銘柄に出ております。6361、エバラ。えー、これ焼肉のタレの会社ではありません。ポンプの会社です。で、えー、エバラ。エバラですけどね。で、これもだいぶもうピーク感強いけど、えー、25と五がね、平行線的に上がってるやつなんで、えー、あんまり急落はないと思いますね。 富士見インコーポレーテッド5 3 8四、エバラは6361、5 3 8四4富士見インコーポレーテッド、これも結構高い感じがしますね。これは、こっからの上昇が27%で、で、こっからの上昇ももう前の上昇幅抜いてるから、もうこんなもんじゃないのアステラス製薬、薬弱い中で一人勝ち、 的な動きになってますけど、えー、これもテクニカル的には、まあ結構いいとこ来てるんですよね。で、垂直にスカーンと上がってるからね。ただまあ前の上昇幅がここでこんな25%みたいな上昇幅を実現しているんで、それからすると2000円を君は目指しているのかいもしかして。 っていうようなチャートにも見えるんですけどね。どうでしょうか。最後、6728アルバック。これも、これは 25MA がついてい,いけてないので、高い売りから入れるんじゃないかなっていうふうに思う銘柄ですけどね。えー、逆皮膚ついてないか、自社株買い発表してないか、えー、株式分割とか発表してないか、そもそも空売りができるのかあたり、しっかり詳しく調べてから、 入るか入らないかを決めていってください。えー、それから逆に 200MA からの帰りが低くってってやつですね。昼間でも、昼間にもやりましたけど、昼間の天気予報では銘柄が動いちゃうんでね、夜また確定値でやりますって言いましたんで、やりますね。えー、200MA からの離れが10%より下、200日移動平均からの離れが10%より下、200週の移動平均より下にあるということで、 週足、日足のデュアル解析をやったときに、低い、安い銘柄群です。えっと、上から順番に、えー、200円前からの帰りが、あ、週、どっちだっけえっとね、上から順番に、200週からの帰りが低いやつですね。なんで、えー、週足で見たときに安い順に選んでます。えー、並べてますけどね。 で、上の方は、この国債の ETF っていうックスだったり、1 3 5 7ルインバースだったり、この辺がね、日経平均と逆連動する投資信託だよね。で、アルプスアルパイ6 7 7 0が週足で見たときに一番安いぜっていう、一番低いとこ来てるぜっていう、ボトム銘柄なんですけどね。今、RSI 的にはね、冷やしでこれ見てると、今これ冷やしね。 こっちが週足。アルプスアルパイン6770。こちら週足。こちら日足です。週足からも日足からも離れてて、すっげえ安い。すっげえ安いんだけど、日足で見た時には最近ちょっと上がってきてるんで、どうかなっていうのもあるけど、まだ週足で見ても結構な安値圏なんで、週足で見た時にはこれから上がり始めるかもしれませんよ、的なうんチャートなんで、えー、一つ注目ですね。 6175は、えー、ね、コメント欄で、会員の個人情報が流出したよっていう、悪材料出てるから触らない方がいいよっていうね、そういうコメントが入ってましたけど、これも週足で見てこんな感じ。まあこれ週足がまだね、200週の移動平均線ができたばかりの銘柄ですけど、 冷やしで見てこんな感じなんでね。結構安いけど。まあ悪材料が出た時っていうのはね。まあそれで会社がね、破綻するような材料でない限りは、買っても大丈夫だと思いますけど。その個人情報が出て、何か、えー、保証問題が起きるとかね。えー、そういうようなことがあればよくないけど、まあ、破綻するような材料でなければ、買って入れるかもしれない。3656クラブ。これ冷やし。週足これ。冷やしこれ。 週足で見たときには、大底ではありません。日足で見てもね、大底ではありませんけど、前の安いに接近してますね、クラブ。4541、日五。日足、あ、これ週足。こっちが日足。両方安いんですけど、両方とも、これ週足日以降、日一 200MA が、これ週足ね、茶色が2 0 0 m ね、垂れ下がってるじゃないですか。 で、え、冷やしも垂れ下がってるから、チャートが弱い。あまり、えー、どうかなっていう、この会社大丈夫かなっていう <laughs> 感じ。2784、アルフレッサー、えー、週足、冷やし。まあ安いですよね。あとはやっぱりこの、まあ材料がね、何か致命的な材料が出てないか、ね、そういうのも調べて買ってください。5 2 3二住友大阪セメント、冷やし、週足こちら、安い 住友大阪セメント、これ安い。えー、9号0 6東北電力、これ冷やし、こちら週足。安っす。<laughs> 東北電力、安っす。安っす。2201、森永製菓、週、冷やし、週足これ、冷やしこれ、安安いけど、大丈夫かなね。7956、ビジョン、冷やし、 こちら、週足。安い。安い。ビジョン。九、え、9987、ー、99鈴剣も、週足で見ても、日足で見ても安い。2229、カルビー。ー安い銘柄に入ってから、もうどれだけ立つのか、君は下げ続けていますね。いつ上がってくるのですかね。そんな感じですけど、カルビー。2229。今ちょっと車が通りましたよね。<laughs> 今、今窓開けてるんで。 ね。車、こう、収録開始して30分。30分に車1台しか取らないっていうね。で、カエルの声が聞こえるっていうね。そんな感じですけどね。はい。え、これ日足、冷やし。9504、中国電力、週足、冷やし。九0 0 3相鉄ホールディングス、これ、冷やし、週足。まあ、安いですよね。九0四8名古屋鉄道、週足、冷やし。 まあ、今ね、冷足で見て一旦調整中、だけど、まあ、200円前ぐらいまでは行くのかもしれない。9531、東京ガス、週足、冷足、安いですね。東京ガス。4536、3点、週足、冷足、安いですね。9045、系半、週足、冷足、安い。4452、週足、冷足、 安い。安いけどなんか停滞してるよね。顔は。2607、富士精油、日足、週足。週足で見るとこの辺からはもうあんまり本当の安値圏じゃないんですよ。これ週足の安い、低い順に並べてるんでね。4912もね、これ週足で見たときには、あーでも結構安いか。4912。安くない、そんなに安くない銘柄も入ってますんで。この辺りからはね。 冷足、週足、ライオン491に安い県内にはあるということですね。あと、さっと行きますけど、2810、ハウス、週足、冷足、4527、ロート製薬、これが冷足、これが週足、そして9989、サンドラッグ、これが冷足、これが週足。これあまり安くないもんね。もう、このあたりはね。 えー、それて、かこれ、冷やし、こう、しゅね。だこの辺からはもうね、本当の休んでじゃないんで、この辺までにしておきますけどね。こんな感じです。えー、ので、皆さん、参考にしてください。そして、今日、めちゃ弱いっていう銘柄、下げすぎ銘柄、ありません。えー、そして、今日、めちゃ強い銘柄は、まあ、えー、これ、さっき上がってた銘柄と大体被ると思うんですけどね。めちゃ強い、上がりすぎ銘柄、 ですね。えー、これは、ま、大体同じですよね。はい。大体いい同じ。アルバックってあったっけ大体いい同じだと思います。この辺が、えー、またこれ、中出条件違うんですけど、えー、これね、RSI の9と14が高いってやつで、帰りは関係なく RSI だけで見た高値銘柄なんでね。えー、そんなとこですかね。えー、株価が安い、えー、高い、 銘柄群、まあ、ね、今日、週足で見ても、日足で見ても安い銘柄丁寧にご紹介しましたけど、このあたりは、まあ、ね、今日、安い順に見ましたけど、このあたりは、まあ、ゆっくり、縦横十文字の、えー、分散投資をしながら考えていってください。慌てる必要は全くないです。で、買ったら下がると思っていてください。買ったらとりあえず下がると思っていてください。 メールの紹介をしましょうか。えー、こんにちは。20代女性、ユイソンです。株、初心者、アー勉強中です。ラジオエイさんの番組を聞いているにもかかわらず、なぜか6572、RPA ホールディングス、750円で買っています。えー、7.57%上昇しました。今後はどうなるでしょうかというアドバイスをお願いします。という、ユイソンさんから、20代女性。 それは読みますよね。なんじゃそれ違う。それは読みますよね。ええー、ということで、そういうエコヒーキーしてはいけません。<laughs> ヒキして。六五何そうだけで読んでるわけじゃないんですけどね。ええー、まあえー、っと r p ーリングス、えー、ですけど、これねどうなんだろうということで、これねこれひしひ <laughs> ひしあいやいや収収収話を見た時に。 週足見たときに 200MA がないんだよ。なんでないのって言うとまだ200週経過してない。つまりまだ上場して間もない。ね、で、最初よくって、すげえピーク作ってから落ちてくるという、えー、上場した後のよくある動きでして、1500円ぐらいから発熱つけて、倍になったんですが、失望で、 500円ににななっていた初のの3分の1ぐらいになりましたってやつですねこれはなんかあのシステム開発のソフト開発の会社らしいんですけどえっとそれこの後どうなるかなんですけどまあねこういう銘柄はね歴史が浅くてわからないっていうのが正直なところなんですよねだから週足で見て割高かとか割安かとかねこの後どうなるかっていうのはねわかりづらいんですよね で、まあ、日足を見ると、まあ、日足の 200MA がわーっと垂れてきて、それがまあ、だいぶ落ち着いてきましたよってことなんで、この銘柄、まあ、600円ぐらいがサポートで、それで一回上がってますよね。でも、900円は行き過ぎで降りてきてますよね。で、今 200MA で居心地がいいからって、うーまあ、ここら辺にいるわけですよね。だけど、200MA を 25MA がデッドクロスしてきてるんですよ。これは、 しばらくは下に行く可能性のあるチャートです。ただ、600円ぐらいがサポートなんで、まあ今750円で買ってるんだから、550円ぐらい来たら難品して買って持ってれば多分大丈夫と思うんですけどね。上もあると思うんですけどね。どうでしょうか。値動きはね、予想が難しいですけど、目先はちょっと下かもしれない。ただ今日のローソンなんかいいし、こういうバババーンと上がってるんでね。 これ結構出来高がそんなに多くなくて暴れる銘柄なんでね、たたたっと上がるかもしれない。で、上がった時は900円ぐらいがレジスタンスになりやすいんで、この辺で手締まっておくのが一番早いと思います。その後に3000円になっても知らないけどね。<laughs> 3000円になるかもしれないけど、ちょっとなんていうか暴れやすい銘柄なので注意してほしいなと思います。ユイソンさんからでした。次の方は、くんせいくん。<laughs> くんせいくん。 えー、いつも楽しく配置をしています。日立造船今後の株価の見通しはどうなるでしょうか ?700。これってあの前、あの、あれですよね。うんと、夜トレスペシャルで3時間やったときにも、日立造船はなんかね、えー、どうなるでしょうかみたいな話がありましたね。えー、で、今またさらに、その時にこれ引いてないんですかね。そこから落っこちてきてるわけなんですけど、週足見ると、 週足の 25MA に陰線引っ掛けてて、この後上がりすぎの調整をして、もしかしたら今日の段階で読むと、今日の段階で読むと、また先週ぐらいの段階とはまた違いますけどね、チャートはね。今日の段階で読むと、週足見ると、ちょっと調整をやっぱりしそうな感じでしょうか。で、700、600ぐらいはありそうな感じでしょうかね。で、今700来てて600もありそうな感じでしょうかね。 要はあの 25MA が下に垂れてるんでちょっと下向きの力があると一方で2 0 0円目は上に上がってるんで、えー、まあそろそろ下げ止まるかもしれないというねそんなチャートですで、えー、まあ700で止まる可能性も高いんですが700で止まらないと600に来るとで週足で見た時には高値圏からダ,ダダダダダと降りてきてるんで2 0 0円目あたりで調整止まってもう一回上に行く可能性もまだあるチャートなんですけど なかなか微妙だし、寝動きがすごい荒いんで、えー、ちょっとあっち飛んでこっち飛んでっていうか、荒い値動きがね、えー、あり得るチャートですね。週足の値動き荒い。日足で見るとそんな大したことないですけどね。でも結構ブレ幅が大きい銘柄でもあるので、まあ注意が必要かなと思いますけど。で今25円目まで来て25円目で止まってるんでね、えー、明日はこれちょっと調整気味かな。 で、こう25円目抜いていくと、ちょっと戻り補調に入るかもしれません。そうすると、割と、えー、とりあえず次は800円ぐらいまではあり得るのかなっていう動きなんですけどね。が、想定されるんですけどね。まあ、そんなに高値県でもないし、安値県でもないので、まあ、もみ合いというか、これずっと結構もみ合い基調ですけどね。レンジを切り下げながらもみ合いしてるんで、 これでまた落ちてくると、次650とかね、600円みたいなこともありがちなので、まあ、そのあたり、いくらで買ってらっしゃるのか、そのあたり全然わかんないんですけど、えー、ご注意ください。あ、40分を超えているので、ちょっと為替も見てね、終わっていきましょう。えー、為替。為替はどうなってるんですかえー、どれ ドル円は弱いですね。落ちてますね。えっと、今、えっと、日足で見たときには、まだ25円目サポートにしてるんだけど、これはデッドクロスしてきちゃうのかなぐらいの弱い動きになってます。んで、30割ったところからはさすがに買い戻されてるんだけど、今日の段階では売られて売られて、まあだから多分、まだ長期金利が下がってるんでしょうね。 でまた何か、なんだろうな、悪い材料とかが出ると、今度、あ、いい材料とかが出ると、えどうなった <laughs> とにかく、金利が上がると、ポコポコって上がってくるし,しね。まあ、その意味では、今のこの状況は、高くも安くもないところに来てるんで、まあ、25円目サポートになるかもしれないかなって、ここで買って入ることはできなくはないんですけど、それはまあ、起き手破りで、 25MA の真上っていうのはエントリーポイントじゃなくて出るポイントなんで、えー、ここで入るのは推奨はできません。はい。まあでも、25MA サポートにここのところは来てるよ。来てれば来てるんですけどね。でも今回高いところから売られて、もしかしたらデッドクロスするかもしれない。で,でも前もデッドするかなと思って上がったんでね。まあこの流れが続けば買いで入っても良いかもしれないチャートではありますけどね。 ユーロも円高方向に来てますけどね。これもまあどうなんでしょう。一番円高じゃない、円安の圧力が強いんでね。珍しく円高方向に来てますけど、僕はあんまり長続きせずにまた上がるんじゃないかなってちょっと思ってますけどね。GBP も円高方向に来てますけど、また上がるんじゃないかなって思ってますけど、どうでしょうか。一回こう下に来るかもしれないですね。まあどっちにしてもね、まあ、え、為替の場合は、 えっと、カナダとしですかカナダもちょっと弱いですね、今日もね。為替の場合は、まあ、このトレンドに沿ってね、買っていくっていうのは、まあ、最近言ってますけど、禁断のとかね。お <laughs> きてあぶりのとか言ってますけど、それがうまくいく可能性低いんですよ。行く場合もあるんですけどね。まあ、だからおきてあぶりのとかえ、禁断のって言ってるんで、多分何にもやりようがないから、まあ、やるんだったら、まあ、もしかしてこれできなくはないよね、みたいな。 ね。そんな話ですけどね。どうされますかっていう話ですけどね。まあやっぱり基本的にはね、エントリーポイントを待っていくべきでしょう。まあ為替はもう本当に動かないから、じりじりしますけど、そういう時は待つしかない。そう思いますね。はい。待って待っていくしかないということになります。えー、ドル円こっちね、あのー、これドル、ドルとユーロドルですけど、デッドクロスするような顔をしてきてるから、もしかしたら、 ドル安進むのかもしれないですね。ユーロに対しても弱いから。だけど、わかんないですよね。デッドクロスするに見せかけて、また上がりました。って、結構やってたから。ここもデッドクロスしたけど、そんな下げないでまた上がってきましたってやってるんでね。まあ、ユーロが強いのは結構規定路線ですよね。で、円が弱いのも規定路線ですよね。ドルは強弱感変わるんですよね。 そんな感じで揺れ動いてますけど、どうなるかなーっていう、そんな動きの中で、今日の夜トレはこんな感じ。えー、まあ無理しないで、えー、やっていくのがいいんじゃないでしょうかね。えー、無理しないでっていうか、あんまりたくさんお金を注ぎ込むところではないのではないでしょうか。そう思いますけどね。はい。では、そんなところで。 最後までご視聴ありがとうございました。終わり。また明日。